こんにちは、あるいはこんばんは、ゆあんど院長です。はい、本日の動画はですね、いただいたマシュマロにお答えしたいということで、まずマシュマロを読んでいきたいと思います。30代女性です。ゲロライブツアーのサポートお疲れ様です。私も初めてゲロさんのライブに参戦しました。教えられる範囲でいいんで、ライブの裏側を教えていただけたら嬉しいです。ライブ楽しかったということですね。よかったね、楽しくてね。はい。まあ、しょうがないね、本当に。まあ、行こうか、じゃあ、本当さ、これ、もう、タイトルとかでぼかすかな。でワンチャン怒られちゃうんで。ワンチャン怒られちゃう。だけど、ちょっと見せようか、一旦。いきますよ。こちら。はい、見えてますかこれ。ファイナル。ゼップ大阪ベイサイドの完全な裏側でした。ご視聴ありがとうございました。ということでね、もう一個見せますよ、今の。まあ、それはそうでしょう。まあ、今回の、ゲロライブツアー2024。これです。火花。ね。じゃあ、裏側。はい、どうぞ。はい。院長。ね。かわいいよね。これスタッフの人に、これが院長用ですよって、もうそれも記念に貼ってあります。こういうパスとか、まあシールでアクセスオーレリアっていうこう書いてるのを持ってないと、裏がうろついてるとしょっぴかれるんですけども、まあ、結構回収するとこもあるんだけど、まあ、僕の場合はまあこういうのがもうすごい記念にしたいタイプなんで、そっとかっぱらってます。よろしくお願いします。以上、ゲロライブツアーの裏側でした。ご視聴ありがとうございました。まあね。はい。まあ、茶番です、今のは。これは、とてもね、すごい気持ちのわかることなんですよ。裏側が知りたいと。教えられる範囲で。教えられる範囲は、ないんですよ。なんでか、わかりますか？こう、アーティストとか、タレントさんとか。画面に映ってるとき、舞台に立ってるとき、人に見せるときがそれであって、それ以外は出すべきときではないということです。もし、例えば、裏側に密着が入ってるとしたら、それは見ていい範囲。その中でも結局、絶対カットされる分って出ますから。その面白くないからとか、何も動きがないからっていうんじゃなくて、見せちゃいけないとこ絶対あるんですよ。はい。絶対あるので、それはもうカットされるんですよね。はい。つまりは、ライブ楽しかった。裏はどうなってんだろう。思うのは自由なんですけど、そこは妄想にしましょうと。はい。こういうことを思っちゃうとダメですよっていうことです。ただ一つ、僕の中ですごい気になってる点があったんですよ。はい。その裏側っていうことじゃないですけど、これだけ本当確認したいなって思ったことがあった。めいちゃんがゲロくんをいじるときに、うどんっていうもう代表曲ですね。あれをめいちゃんがこうゲロくんの真似すると、あらーって言うんですよ。大丈夫。もううどんって言ってないよねみたいな。あだーって言ってるよねって。はい。で、また今回も、あだーって言うのかなと思って、まあ、当然聞いてますんで、現場で、フロアでね、こう聞いてるから、まあ、正直、あだーなのかなと思って、ある種のドキドキ感がある。わけですよ。で、ゼップ羽田でうどんをやった時に引っかかったんですよね。もしゼップ羽田いた人、この動画を見て、私もって思う人、私もってコメント書いてくださいって。そう聞こえたって。ちょっとやりますよ。いいですか？さっきはあらーですよ。今度は違いますよ。ちょっとだから変わったんですよ。発声法とかじゃないです。もう絶対これちゃうと思って。いきましょう。動画をお楽しみのところ、ちょっと失礼します。ゆあんどう TV では現在、マシュマロを募集しております。概要欄のリンクから質問を投げてください。採用された患者さんには来店ポイントを差し上げております。質問には、性別、年齢、名義の上お願いします。生体以外の質問も募集しております。それでは引き続き動画をお楽しみください。和田ーってやったんですよ。和田ですよ、和田。和田ですよ。完全に和田って言ったんですよ。だからこれだ、本当だからあれですよ。話せる範囲の本当の裏側の話なんですけど、で、その、ゼップ大阪僕行ったんですよ。で、ゲロ君に、ライブ前に、ね、ゲロ君と、羽田でさ、うどんの時さ、和田って言ってたよねって。言うてません。うどん言うてます。いやいや、絶対和田って言うたやで、和田ーってやってたやんって。言うてません。うどんって言うてます。で、後ろ向いて言ってました。これ、真偽はわからないです。真偽のわからないところです。はい。それが、まあ、僕が話せる唯一の裏側。あのね、まあ、僕もさ、こう YouTube とかこうやってやってるじゃん。まあ、変な話ですけど、いやらしい話しましょうか。ほんと、裏側の写真撮ったりさ、裏側のムービーもね、こう回したりしたらさ、さ、伸びるわな。そら、みんな見たいやろ？わかんない。みんな同じ気持ちだから。これ、絶対。はい。その表に出してる、こう写真だったり、こう映像だったり、以外も全部見たいんだもんね。ファンってそういうもんわかんない気持ちはすごい。それを押し殺してくださいよと。わかる？こうやって俺に思わず聞きたくなっちゃうぐらい、もう全部知りたいとわかるんだけど、それはやっちゃいけないことなんだよ。はい。で、僕なんかはもう裏側にいて、裏も表も全部こうチェックするし、だけど本当にカメラ一つ動かしたことないよ。写真とか絶対撮らないし、ムービーももちろん撮らないし、録音も絶対しない。まあさ、なんかやっぱこう何、結構簡単に録音とかもできちゃうじゃん。だから本当それは犯罪なんですよ。絶対ダメなんですよ、録音って。ダメなんですけど、まあそういうことやる人もちろんいるじゃない。正直ね、それは。もう止めきれんよね。その、機材が小さくなりすぎて。うん。もう本人たちのモラルに任されてるとこだと思うんですけど。僕はその、裏も表も全部見て、で、この裏側から表に出てったところまでをこう全部見てるわけじゃん。本当にね、もう、なんていうの、変なこう気遣いとかもちろんしてないけど、表に出したものが作品であって、こう、それ以外のものをさらされるとか、そういったストレスや恐怖を与えたくないので、もう一切そういうことはしないし、何も言わないです。はい、もうこれすごい変な話なんだけど、なんかこう、ファンからいただいたものを、ね、使ってなきゃいけなかったりとか、逆に使ってたらダメだったりとか、いろいろあるじゃん。お手紙だって、当然ファンレターみたいなこと届いたりするじゃない、もちろん。で、それがなんかこう動画の端に映っちゃったりとか、住所うんぬんじゃないですよ。自分の送ったのって分かるのが映っちゃったりとか、それだけで、映らなかった人がどんな思いするの？いろいろあるんで考えなきゃいけない。そう。だから、すごい気持ちは分かるけど、やはり、表に出た作品を楽しんでください。はい。だから、街で見かけてもはしゃいだりしちゃいけないの。湯湾堂とかで仮に見かけてもはしゃいだりいけない。見てみないふりですよ。見てみないふり。これ100点ですよ。100点ムーブって言うんですよ。はい。ということでね、まあ、僕の答えられる範囲の本当の小さなことで、まあ、はっきり言って、そうですね、こう、マシュマロの回答としては味薄いかもしれませんけども、まあこういうことでご勘弁くださいと。すごい気持ちかったのが、こう、ゲロバンドのメンバーとかと、最後お別れするとき、じゃあ次回武道館でっていう気持ち。気持ち。ほんと気持ち。武道館ってね、特別な場所なんですよ。こうなんか、今そこに立てるからやっといたらっていう人たちだってもちろんいると思うの。すごい人気がバーッと上がってて。でも、その武道館に価値がないともちろん思わないけど、そこを目指して立った武道館は、意味も価値も俺にとっては一味違うんでね。ロックの殿堂とか、その音楽の殿堂みたいな。そこを目指して、目指す権利が発生しないくて消えていっちゃう人たちたくさんいるから、みんなそこに立ちたいと思う。まあみんなかわかんないけど、多くのアーティストがそこに立ちたいと思ってやってても、やっぱそこにたどり着けない人たちっていうのはいっぱいいるんだよね。だその中でこう、目指そうって決めて、目指して、で、そこに立つことが決まった、あれ、なんていうんですかね、もう胸熱ですよ、だから。すげえ胸熱い。はい。ということでね、これからもね、いろいろ、その武道館はじめ、ライブとかいろいろあると思うんだけど、変わらずね、応援してもらいたいですね。ゲロ君ってね、裏も表もっていう言い方が良くないんだけど、誰もゲロ君の悪口で言わないんだよ。それこそ気に食わないことも何も言わない。一切みんなに愛されてるし、みんなに信頼されてる。俺も裏も表もゲロ君のこと大好きなの、すごい尊敬もしてる。だからこれからも応援したいと思って、俺がもう関わるな俺にって言われるまでずっと応援してると思うし、関わるな俺に言われても遠くから応援し続ける、はい、ということでね、よかったらずっとね応援してほしいし、やっぱりねライブで本当に光を放すアーティストなんで、本当まだライブ行ったことない人はね、最近本当倍率やばいですよね。倍率マジやばいけど、本当落選しちゃったりする人もいるかもしれないけど、本当ぜひライブに足運んでください。はい、こうライブ会場にいる一人一人に手を差し伸べるような素晴らしいライブをするんです。ゲロ君のライブは本当少し興味があったりするなら、音源だけじゃ絶対伝わらないものライブで出てくるんで、ぜひ見てほしいなと思いましたね。ということで、しょうもない僕の裏側でした。ご視聴ありがとうございました。